テスト岡山2日間のスケジュールが無事に終わりました。初日はですね、車の動作確認とタイヤテストを行って、タイヤテストでは結構いいタイヤも見つかってタイム的にもすごく向上したと思います。で、2日目が、ロングランを中心に見ていこうとしてたんですけど、結構その中でトラブルが多発してしまって、ちょっと思い通りのプログラムをこなせなかったなというのが2日目です。でもその中で最後のセッションでは山内選手が一度ニュータイヤを履いてトップタイムを取れましたし、厳しい状況の中でもいい部分もたくさんあった公式テストだったというふうに思います。また今週末は富士スピードウェイで公式テストが行われますので、今回の岡山テストで見れなかったロングランレースシミュレーションというところを特に意識をして、より決勝に強い車を作っていきたいなというふうに思います。